が入れてるの何？あれはね、お手紙。箱の中にポンするだけでどこにでも届くの。そうなんだ。その日から引っ込み思案な息子のお手紙ブームが始まった。書いたんだけど、玄関のとこの青い箱にポンってしてきてくれる？うん、わかった。あ、村田さん、こんにちは。こんにちは。こちらありがとうございます。来週配達お休みですね。はい、よろしくお願いします。いつもの牛乳のお姉さんよ。ほら、こんにちはでしょ。いいんですよ。いません。ゆうくん、またね。失礼します。バイバイ。こんにちは、牛乳をお届けに上がりました。書いてたんだ。よかったね。でも今度お姉さんに会ったらちゃんとお顔見てこんにちはしようね。ユウがこんにちはってして知らん顔されたら悲しいでしょ。うん、うん、こんにちは、牛乳をお届けに上がりました。ほら、お姉さん来たよ。ほーら。ゆうくん、こんにちは。こんにちは。綴ること、手渡すこと、顔を見て話すこと、そのどれもがメールやネットでは伝えられないぬくもりを伝えてくれる。きっといつまでも続くはず。